見ろ見ろよ。私この番組結構頑張ってると思うんだけどな。何今の、何今の。てっ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 てよいしょ、やっほー。こんにちは、小原の部屋へようこそと言いたいんですけれども、この前の回かなで、多分この空間に私が入ってびっくりするってびっくりしたっていう動画が流れてると思うんですけど、今回はここで夏祭りを体験というか楽しみたいなって思います。営業中だってちょっと回ってみようと思います。射的、射的、あ、すごいお菓子。何のお菓子これ。お菓子とぬいぐるみとかもいて、いっぱいなんか可愛い景品と、え、これもらえるの。てか私のじゃないんだ。ココハラちゃんも当たったら、当たったらもらえるんですか。私実はですね、サンプルは家にあるんですけど、皆さんが持ってくださっている完成したココハラちゃんのぬいぐるみは手元にないんですよ。多分くれるのかな、くれるのかな、当てたいと思います。そしてすごいね、飾り付けがすごい。お面とかもちょこちょこあって、花火大会が行われてる。あとは輪投げ、これ輪投げです。わあ、すごいね、いっぱい笛やらポストとかあるよ、かわいい。そしてよっ、わたあめ屋さんです。あきらの外部の方を呼びします。あ、小原と申します。何さんとお呼びすれば。わたあめ屋だよ。わたあめ屋さんです。わたあめ屋さんです。あ、ナイスブルーです。はい、よろしくお願いします。最近あの色を入れ直したんだって、綺麗だよね。はい、ということで遊んでいきたいと思います。どうしようかな、どうしようかな。どれが一番気になりますか。射的やってみたい。ちょっとわたあめ屋さん待っててもらっていいですか。させ射的も兼任してますので。射的も兼任してる、すごいね。え、大変ですね。そう、夏祭りってすごい暑いイメージあるけど、すっごい涼しいんだここ。射的はどこから打っていいんですか。ここから。はい、ここから。なるほど。あ、なんか軽いな。自信のほどが。え、ない。これどうやって打つんだろう。なるほどね。なんか去年かぐや様のイベントで射的やったんですけど、その時は当たったんですけど、得意っていうほどやってきたことがないので。これさ、ちょっと軽めのもの、ちょっとこれさ、でも打ち方ってどう。私ね、中学校の部活やった時バドミントン部入ってたんですけど、全然うまくなかったんですけど、顧問の先生のメガネに当てるのは得意だったの。顔に当てるのは得意なのかもしれない。倒れないって。重いですね。倒れないって。ちょっとどうしよう、動画的に撮れ高がね。え、引けてる、これ。引けて、あ、こっちか。全然違う方向飛んじゃう。ちょっとあの、やってもらっていいですか。もちろんです。はい、あ、やっぱこの人メイクさんだったんだ。はい、つけて引いておきました。ありがとうございます。はい、え、これどこで打つの。そう、そこ、うん、頑張って、頑張って。え、もう一回。うん、なんかね、ちょっとね、こう円を描く。はい、行けます。え、おお、おお、おお、当たりました。はい、今回の動画はこちらで終了です。すごい、ヘアクリップ当てた。ココハラちゃん、ココハラちゃん欲しいんだよな。手に当たった。で、あれもう倒れてるというか、なんていうか。え、あのぬいぐるみってどうなったらゲットできるの。常連も当たったらって
大丈夫。本当に？当たんないな。小原ちゃん、欲しかったな。ちゃんとなんかやっと射的屋さんっぽくなった。どれか倒したかったな。近くでもいい。これ当たるよ、それ当たるよ。当たったので、もらいました。やっともらいました。10万人突破してはもらえなかったんです。これはきっとある源田さんのですよね。いい匂いするんですよ。わなげコーナーに行きましょう。はい、おじさん、これもらっていいですか。どうぞ。当たったんで。カメラを鏡にするってどうなの。すごい。あ、かわいい。本当に、かわいい。本当にこんなに？あ、じゃあ局所くん2本くらいで。ですよね、ですよね。はい。あ、お願いします。はい、やらしてください。はい。はいよ。はい。この白いペン。あ。よし。はい。あ。はい。あれ？はい。あ、え？なんでそんな厳しいの。はい、あのさ、ぶっ壊しちゃってるんだけど。あのさ、違うの、ぶっ壊してるんだよ。違うんだよ、あの、聞いて聞いて、あのね、あのね、違うんだよ。これさ、こうなるじゃん。でもこうなったら、こうなんの。どれが取れましたかね、これ。それでしょう。誰か助けに来ないかな。何かやりますか。ええ。なんか景品バラバラ持ってる。え、わざと狙いやすいよ。ありがとうございます。あれが欲しいんだけどな、全然当たらない。新進気です。新気なんで入った入った、なんで。あれなら、あれなら倒れ、ね、入ったよね、入ったよね、ね、見ろ見ろよ見ろよ。なんだったの、この映ってないだろうけどさ、5、6人だぜ。誰も見てないってどういうことだよ。え、どれでしたっけ。厳しい。あれ、一回やりたい人。じゃあやってよ。私ですか。うん、やって。いいでしょう。やりますよ。スーパーじゃあ一応あの景品です。全部抜けた。いきますよ。うん。あれ、ダメだな。ダメですね。ちょっと待って、私より下手説。難しいということが証明された。でもさ、大体こういうさ、お店って、はい、はい、はい、当たったよって言ってくれたりするよね。なんでこんな、ここのチーム後方なのに1個もくれないの。本当にこうなんないとくれない。シールすらもらえないの。ありがとうございました。私、この番組結構頑張ってると思うんだけどな。ここ、ピースピース。何それ。休憩がてら、はい。バターあめ食べようかな。お腹すいたので。あのガチめの反省会はしないで。景品が軽いの。軽い、うん、軽い。景品が軽いことについての反省会を後ほど行いたいと思います。景品の下にね、路面テープ。路面テープ。もういいです。かき氷機はかき氷じゃないわ。食べ行きましょう。今年花火見ましたか。見てないです。ちょうど花火大会やってる頃は
頃って日は大体仕事してたので、仕事して帰る、みんな花火大会で帰る、何も花火満喫してないけど帰りの大変な時間に巻き込まれるっていう、私は花火大会行ってないって思いながら帰ってた。またお目ください。いらっしゃい。どれがいいですか？じゃあ、何色がいいかな。美味しそうなのはピンクとかだけど、緑で。緑で。あとは？あと三色でいいですか？じゃあブルーで。電源。あった。怖い。ちょっと入れただけでも結構出るもんね。え？実はこれちょっと入れてからあれかな。ね、ほとんど弾け飛んでたよ。ですよね。一回止めよっか。うんね。そうでしょうね、きっとね。うん、これでどうしよう。ごめん。結構もう暑いぜっていう匂いがする。温まるまで待ちます。待ってない。どうしよう、溶けてへばりついたら。上。いちご飴。そんなあります？いちご飴って。あるあるある。へー。でも大体りんご飴だけど、りんご、ね、リンゴが嫌なんじゃなくて食べきれない。あー。でいちご飴ぐらいのサイズが、まあ、可愛いし美味しいし、あとぶどうとかもあるよね。あんず、ね、とか、あんずはよく見ます。うん。ぶどうもあるよ。へー。かな。どうなってんですか？剥いて。あ、なんかそのままも喋ってたらなんか待ってる、ね、待って、早く巻き取らないと、あの、舞うぜ。こういうことか。あ、ほんとだ、グリーンだ、すごい。ナイスブルーがグリーンを巻き取ってる。すごい、上手。かわいいや。あ、違うか。試行錯誤。ご飯は食べましたか、最近？食べてない、こういう屋台のは食べてない。あの、無印良品にわたあめがあるんですよ。それも美味しいですよ。でもやっぱ綿飴っていうと恒例がね、定番っていうか。ちょっと前に原宿でめちゃくちゃカラフルなのがあったー。作れるかな。大きくなったらなんかこうキュッキュッってやって鼻の形ね、多分できんじゃないかな。なんか言うな結構入れてもいいかも。お客さんなのに作ってあげる。楽しければいいんだよ。店主さんは何色が好きなんですか？それはもう青ですかね。ああ、やっぱそうなんですね。ちょっと待ってください。抜けてしまう。やばい。じゃあ待って、止めてください。抜けちゃう。だから綿あめや改良するのはちょっと無理だな。難しいんですね。多分この割り箸が滑りやすいお箸だからだと思います。なるほどね。いい感じ。あ、これお花作れる説。え、お花？うん。あ、いいの、とりあえず巻いてていいよ。なんかこっちで見てるのと実際巻いてみるのとで綿の出が見え方が違う。あ、本当？巻いてるとね、全然綿出てきてない感じするの。こっちから見るとバンバン出てきて。あ、そうなの。丸くするの難しいですね。うん。でも実際の綿飴ってもっと大きいよね、こうね。すごい、ワンサワンサと出てきたよ。おお、すごい上手。やったー。うわー。何今の、何今の、何かが起きた。綿飴をくださいと言ってからかれこれ15分ぐらいが経とうとしています。お金を払っていないので何も言えませんが。え、これってどうするの？すっごいうるさい綿飴屋さん。あ、でもすごい、おー、すごい綿飴になった。よいしょ。おー、強一の綿飴。強一の綿飴。強一の綿飴。あ、そうやってね。いや。なるほどね。あ、すごい上手上手。どこで、ここでやらせるのが成功ね。え、思った。難しい。でもなんかさて、手洗ったから。うん、さっきね、消毒してたね。完成です。わー、完成です。そうなの。名付けて緑の惑星。緑の惑星いただきました。え、これ別に普通のあれだよね。香料とか。あったかい。うん、いただきます。
美味しいです。よかったです。美味しいです。わたあめ屋さん、私もわたあめ作ってみたいんですけど、やってみてもいいですか？はいよ。じゃあ、この緑の惑星はブルーの髪の人に食べてても。これはくっつけたままでいいのかな？うん、一気に出てくるのね、あなた。すごいすごい。ちょっとしか入れてないのに。もういい。もういいよ。もういいって。もういいんだけど。負けるだけ負こう。違う色ですか？うん、違う色。頑張れ、頑張れ。ダメだな、ぐるぐる、ぐるぐるしないと。逆回転の方がいいね。どんどん下に落ちてっちゃう。あ、終わったかも。これでちょっとグッと押し付けて、うん、無理だろうな。ちょっと多いかも。どうしよう、またあのクリスマスツリー、クリスマスの家みたいな以来のなんか何かが出来上がる気がする。デロデロな、デロデロな。何が作りたかったのみたいな。ここからあのこの人は一体何が作りたいのでしょうかっていうテロップを入れといてください。見て、みんな見て、このね、わたあめよりもこの縁の方が綺麗。すごいかな、すごい綺麗で可愛いですね。可愛いですね。そう考えるとあのレインボーわたあめみたいなすごいテクニックじゃないですか。うん、難しいかもしれない、ね。理想に近づいてますか？うん。こっちの方がなんか芸術的じゃない？ほら、見て。なんか現代アート展に置いてそうじゃない？誰かうんって言ってよ。完成ですね。うん。名前は？お花。お花を作ろうとしてたんですね。お花を作ろうとしたんだ。ダメだった。ここに飛んできた虫が。もういろんな色ついただきます。買った。わたあめとは思えない音が。バリバリ。バリバリ。ボリボリやってません？うん、見て、断面がふわふわじゃない。いいんだよ。全部食べなくても食べ続けてます。どういう心境ですか？いろんな綿あめがあっていいと思うんですけど、私が今食べたのは綿あめじゃない。うん、砂糖菓子。夏祭りが終わりました。綿あめも芸術的なものが出来上がりまして、はい、大丈夫なのだろうか。あと輪投げどっちが難しかったですか？輪投げ取れたって言ってんのにくれない。もらえたの笛だけだった。助けを求める笛だけ。動画回ってなかったんだけど、こういう弓のタイプもあって、それで狙ったら見て当たったんですよ。なので今後の目標は20万人、あ、これ10万人って意味ね。20万人です。そんなに欲は出さないでいこうと思います。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ということで本日はここまでです。バイバーイ。